2001年6月2日、鈴木孝之に突然告げられた言葉。今日の先発はお前だ。緊張した。信じられなかった。そして試合開始8分。コンフェデレーションズカップ、日本代表は準決勝進出を決める2得点。2001年、日本代表のフォワード争いに新たな一石を投じた男。 J リーグ2連覇を果たしたアントラーズの荒ぶる魂、鈴木孝之。しかし彼はピッチの外では驚くほど表に出ない、語らない。ボールを追うチェイスする、リスクも辞さずファウルに恐れず、がむしゃらになって取りに行く。僕が取ってやろう強さを見せなきゃいけないし、鹿島の金棒が今語り出す。最後のチャンスだと思ってるし、自分の中ではくじけないでやれる期待感のあるフォワードになっていきたいっていうのは自分の中で目に強くて。鈴木孝之、折れない心。孝之に直接聞いた、取材とかインタビューは嫌い？いや、そういうことはないんですけど、僕自身、そんなに、話をうまくたくさんできる方ではないので、ただ苦手なだけであって、別に嫌いとかそういうわけではない。孝之って、どんな男なんだろう？あの人、謎多いから、わかんないですね、鈴木さんは。まあ自分を持ってる人だし。孝之の理想のゴールとは？理想ですか。僕自身理想っていうのはないですけどね、とにかく、まあ、点数を決められればっていう、何でも結果を出せばそれでいいタイプなんで、それがまたこう自分の持ってるもんだと思うし、でも実力だと僕の中ではそう思ってる。鈴木孝之、1995年鹿島アントラーズ入団。しかし彼はその後ブラジル3部リーグ、ジェフ、フロンターレとチームを渡り歩く。孝之は何を求めていたんだろう。2000年、プロ6年目、孝之はフロンターレで8番をつけていた。でもゴールどころか試合出場さえままならなかった。自分自身に歯がみする日々。しかし8月、時折しもシドニーオリンピック直前、23歳以下日本代表招集。フォワードが足りない。アントラーズはこの時ナビスカップ準々決勝を控えていた。下された決断は孝之を呼び戻すこと。8月12日、フロンターレでプレーした孝之は8月30日、30番をつけてピッチに立っていた。この日が彼にとって一大転機となる。勝利の呼び水となる貴重な同点ゴール、孝之がつぶやいた。アントラーズに入ってやっと仕事をしたような気がした。孝之はゴールを奪い続けた。これまでの全てをぶつけるかのようにナビスカップ制覇を引き寄せる3試合連続得点。いや、もう最後です。初めてだったんで、優勝戦で本当にすごいです。チャンピオンシップ第2戦では先制だ。ほんの4ヶ月前、フロンターレでくすぶっていた男が、6年間でたった1点しか取っていなかったフォワードが雄たけびを上げていた。3冠チームで輝いていた。家族がチームを渡ったことで精神的にも強くなれた部分もありますし、で、まあ、アントラーズ帰ってレベルの高いところである程度の自信はついてきたかなっていうのはありますけど。そして2001年、日本代表を招集。最初は、やはりできなかったですね。ついていくのが精一杯っていう感じで。孝之は1976年生まれ。アトランタ世代の3つ下でシドニー世代の1つ上、いわゆる狭間の世代。日本代表とは縁がなかった。
24歳11ヶ月で初めて出場した代表戦はスペイン戦。与えられた時間はわずか40秒。6月のコンフェデレーションズカップも実は大会直前の追加登録だった。そんな彼に突如告げられた先発出場。当日の出発直前に言われたんですけども、いきなりだったんで緊張しましたけど。そして伝説が生まれた。ああいういい結果が出て、少しずつですけど、まあ、代表でも自信もついてきたし。孝之がラッキーだったというのはたやすい。しかしチャンスをものにしたのは折れない心。どんなに苦しくてもボールが回ってこなくても、僕自身は我慢できます。できる、はい、試合の中では自分でこう自分で打開して自分で決めれるような選手ではないんで、ある程度のどこまでみんなに任せて、あと最後に仕事できればっていう、僕自身は点数取れればそれで満足です。どんな形でもいい、ゴールさえ奪えれば。そう、例えば去年ナイジェリアに叩き込んだゴール。日本がいつもフィジカルの差を取り沙汰されるブラックアフリカを震撼させた強さ。強いって言われるからには、その人たち以上のね、やっぱり強さを見せなきゃいけないし、そういうとこを期待されて言われるんだから。あるいは1998年、あの J1 参入決定戦、崖っぷちでジェフを救ったシュート。アントラっていうチームもそうですし、まあ、ジェフもそうですし、フロンターレも、まあ、そうですし、非常にいい経験してきてるんで、うまくいくかどうかはまあ分からないですけど、まあ、自分の中ではくじけないでやれるっていう自信はあるんでね。そしてブラジルでのあの日。高行の一切した柳さんが歩んだまっすぐなエリートコースと比べると、紆余曲折、回り道ばかりのように見える孝之が歩んだ道。でもそれはただひたすらまっすぐにサッカーを追い求めた道だった。そして勝ち取ったもの、追う、チェイスする、戦い抜く、俺が奪い取る。基本的には僕が取ってやろうっていう気持ちを持ってます。僕自身上手い選手になれない、生き残ってはいけないという技術的なものを持ってないんで、やっぱりそういうとこハードにボール取りに行くとか、そういう球際でこうどうしても強くいかないと生き残っていけないっていうタイプなんで。そして高行が見る2002年の夢、やっぱりワールドカップがあるんで、最後のチャンスだと思ってるし、選んでもらえるかどうかは分からないぐらいの瀬戸際にいると思うんで。でも強い思いがあるし、うん、そうですね、来年にかける気持ちが強いのは僕の中で今あると思う。多くの人々がワールドカップのピッチに立つ高行を見たいと願う。彼はベルギー戦の翌日、26歳となる。もしかしたら点数を取ってくれるっていう期待感のあるフォワードになっていきたいっていうのは自分の中で非常に強くて、そういうなんか期待されるようなチームメイトからも期待されるような選手になっていきたいです。どうした？